BusyOS の使い方や小技を解説します。BusyOS とは、Google Chrome や Microsoft Edge など、いろいろなブラウザーで使える拡張機能です。タブマネージャー、OS、サイドバー OS の3種類が1つになった、まるでトランスフォーマーみたいな変形型 OS です。主な目的はタブやブックマークの効率的な管理ですが、エロ動。勉強に役立つ動画プレイリストの作成や、いろんなゲームやアプリも楽しめます。それでは BusyOS を猫についたのみでもわかるように解説していきます。この動画では Chrome で解説していますが、設定方法は他のブラウザーでもほぼ同じです。右上にある拡張機能アイコンをクリックしてください。BusyOS のアイコンを常に表示させるために、アイコンの固定ボタンをクリックしておきましょう。すると BusyOS のアイコンが現れましたね。次に右端にあるその他のオプションから拡張機能を管理をクリックしてください。拡張機能の管理画面では少し下にスクロールしてシークレットモードでの実行を許可するをオンにしてください。これを有効にしないと複数のリンクを一度に開けなかったり一部の機能が制限されて不便だからです。では BusyOS のアイコンをクリックしてロンチ BusyOS と書かれたリンクをクリックして BusyOS を起動させてください。おめでとうございます。そして BusyOS にようこそ。初期状態では壁紙が設定されていないので、まずは壁紙を表示させてみましょう。右クリックして設定を選択してください。そして壁紙をクリックします。どれを選んでもいいので、好みで適当に壁紙を試してみましょう。ここでは紹介しませんが、インターネット上の画像 URL を壁紙にすることもできます。BusyOS には9つのデスクトップがあります。切り替え方は上の方にある数字をクリックするか、キーボードの数字キーを押すだけです。それぞれに壁紙を設定していきます。次に、設定画面を閉じて、デスクトップ1に戻ってください。いろんなテキストが表示されていますね。例えばこれは、俺を右クリックしてみろ。編集できるぜ、と言っています。右クリックして編集してみましょう。適当に文字の大きさや色やテキストをいじって遊んでみてください。BusyOS では、デスクトップ上でもフォルダー内でも自由にテキストを配置できます。満足したら削除しましょう。こちらのリストは壁紙の設定の仕方を解説したものですが、もう知っているのでこんなものは削除しておきましょう。こちらはデスクトップでの一括選択の解説です。デスクトップのドラッグは Mac や Windows とかとは違い、Google マップや RPG みたいに無限スクロールします。画面を動かしたら右上に現在の座標が表示されますが、それをクリックするか、0キーを押すと初期位置にリセットできます。普通の一括選択は、Alt キーを押しながらドラッグしてください。これらの操作を理解したら、これも削除しましょう。以上で BusyOS の初期設定の解説は終わりです。BusyOS では、バックアップやエクスポート手段が豊富に用意されているので、失敗を恐れず、いろいろ遊んでみてください。それでは、バイニャンニャン。